百州武道具店の動画。多分めちゃくちゃいっぱい、めちゃくちゃいっぱい。これがニューヨークタイムズ世界。わ、本当にいっぱいだ。わ、いっぱい。初めてこんなの。わ、いっぱい。いっぱいだ。着きましたな。着きましたね。これよ、これよ。これ。ニューヨークタイムズのホームページに載ってた写真。でもここまで行くまでに危険がいっぱいです。だから本当よく注意して行きましょう。これをね、持っていくわけだね。来客カウント中だって。ライバルは吉野の桜か。シウンデ山、あ、そうそう、シウンデ山、シウデ山、正確にはシウデ山っていう場所。説明しやすいで。ここどこって何だろう。杖はつかない。杖つかない。これ、ほら、見て。書いてるでしょ。イノシシ注意。デンジャー、ワイルドボア。めちゃくちゃ怒ってるからね。こんなの出てくるから、めちゃくちゃ危険。だけど、店長は大丈夫。これがあるから。どういうこと一発。イノシシ面打ってくるでしょ。イノシシ面打ってきたら、それを返し道で一発ですよ。イノシシも市内持ってる。いや、市内持ってる。たまにイノシシ、冗談のイノシシ。冗談。あと何がいるかな。この間来た時は、ここで、何あれ、タヌキ。タヌキもかかってきた。飛びかかってきた。タヌキも危険だよね、あいつらね。イノシシが出没してますね。ご注意ください。なんだったら、ちょっと待ってるイノシシ。構えて待ってる。ちょっと見たいって。で、ここにもほら、落石注意って書いてあるじゃん。これも、当然。落石もかかってきた。落石来るでしょ？来るでしょ？足さばき、そこは。足さばき。どうやる？釣り足で。釣り足で刺す。これちっちゃい穴でしょ。違うよ。ちっちゃい穴が来てる。違う。これとかタヌキがピュッて飛び出してくるから。じゃあ、モグラが出てくるでしょ。これを、デコテの要領で、ポンポンと。遠いなぁ。もう2時間ぐらい歩いてるよね。出た。カサカサって言わなかった。カサカサって言わなかった。ウグイス。ウグイス。鳥。ウグイス。この桜に見とれてると、大変な目に遭うから。ほらほら見てみて。この桜。おぉ。綺麗でしょ？すごい。それ取っていかないと人がいっぱいいるから。あ、見てほらほら。ネギ。ネギ食べ放題。違うよ。椿がそこあるじゃない。うん。椿オイルを市内に塗るとすごいいいんだって。うん、どうやって？椿のこれ花あるでしょ。うん。花をこう200個ぐらい集めて、うん、ギュッてやって出た汁を。え、お花の油なの？違うの。うわ、すごい。見て、あっち海だよ。これがニューヨークタイムズ世界第7位。多分あの車中泊の動画のおかげだと思うけど。そう、アジサイはこうなる。アジサイ、あ、この感じ、この感じ。ねえ。みんなこれがアジサイと思うでしょ。こっちだからね、アジサイは。こういう感じになります。見てほら、これ。水撒いた後、イノシシが水撒いた後。これがまあ、新しくできた道場。え？剣道の道場です。武道館。どうして？新しい武道館ですね。うわ。すごい。ここの武道館はね、まあ、2階が剣道場で、1階が、柔道場。もちろん。まあ、1階トイレなんだけど。なんで嘘つくの？もう、つぶつぶが。花びら。花びらが入って。つぶつぶ。綺麗でしょ。見て、この急な坂。昔はよくここ転がったもんですよ。僕らが小学校の頃は。転がって、上がってきた人数が足りないんだよね。そいつら足りないやつだけ、まあ、生き残りだから、剣道学び危ないよ、そっち。危ないね。まあ、一言で言うと、イノシシとネギの山。違う。百州武道具店は、もうちょうどその海の
そっち側にあります。あそこお店。違うか。あの近くに先生がいるから。前剣道車中泊でやったやつじゃない。やったっけ。やったよ。先生こんにちは。こっちだよ先生。先生こっち。先生こっち。あ、お金が入ってる。これがまあ市内の始まりですね。でこれが麺。これが麺、麺の形してますね。でこれパカッとこう紐を引っ張ると開くんだけど、開くと鳩が出てきます。1時間に1回ね。ポッポー、これ時計です。鳩時計ですね。何が出てくる？あそこまた鳩が出てきます。ちっちゃくない？あれだから無理やり出てくる鳩が。これ上どうなって？これ上はね、あ、みんな覚えてるかな、映画でサウンドオブミュージックっていうのがあったんだけど、その大表現がここですね。ここサウンドオブミュージックマリアが歌ってたのはこういう感じ。アルプス山脈はどこに？あれはサヌキ山脈ですね。タラララララ最初のね、オープニングの。そう、あの今回周りの2本目のビデオなんだけど、1本目のビデオから確かに2週間ぐらい間が空いてるの。それはそうそう、3週間3週間ね。こもってたんですよ、山に。この山にこもって、さっきのイノシシ この練習してたから、これを毎日やってたから、ちょっ と動画できなかった。まあ、練習した結果がさっきの、あの程度ですよ。はい。2番目いきますか。2番目いきますか。2番目、張り切ってどうぞ。次は、遠間。遠間いきます。遠間は、一足一刀、さっきやった一足一刀よりも、遠間のことを遠間って言います。ここも遠間らしい、ここも遠間らしい、ここも遠間。一足一刀よりも遠ければ遠間、すなわち一歩入っても当たらない、まだ届かない距離のことを遠間って言います。言い方変えると間合いを切ってるっていう状態ですね。みんな剣道やるときに最初尊虚します。しゃがんで尊虚、立ち上がった時の相手との距離っていうのは 2.8m 決まってます。だいたい開始線があるからね。その時は必ずね、遠間になってるはずなんですよ。開始線立ち上がって一足一刀、絶対絶対ないです。開始線立ち上がったら遠間、剣道は必ず遠間からスタートなんです。じゃあ遠間の時は何をするか。遠間の時やることは一つだけです。遠間っていうのは一歩入っても当たらないんでしょ。一歩入っても届かないです。絶対届かない。それが遠間だから。じゃあ一歩入っても当たる距離、一足一刀まで入るんですよ。遠間の時は一足一刀まで入る、このことだけ考えてください。遠間の時は打たなくていい、どうせ届かないんだから。届かないんだから、なんとかして一足一刀のところまで入る、このことだけを考える間合いなんです。ここまで大丈夫？ついてきてる？じゃあもうちょっと突っ込んでみますね。遠間の時っていうのはこのまま打ってもどうせ当たらない距離なんですよ。遠すぎるから。だから打たない。何を考えるか、一つだけ。一歩入れば当たる距離、一足一刀に入ることだけを考えればいいんです。じゃあここからですよ。いきますよ。自分は遠間から一足一刀に入りたい。相手もね、同じこと考えてるんですよ。相手も同じこと考えてる。相手だって一足一刀に入りたいんですよ。だから、ここが難しいの、剣道って。遠間の時は、一足一刀に相手よりも有利なように真ん中をぐっと先に入る。これが遠間の時にやることなんですよ。このビデオの一番最初で説明した自分がね、今どの前にいるのか、これ分かるようにならないといけない。自分が今遠間にいるのか、一足一刀の前にいるのか、近間にいるのか、これ分かるようにならないといけないっていうのはまさにこういうことなんですよ。遠間、今、一歩入ったとしても届かない距離にいるんだから、今は打つ時じゃないんです。遠間の時は一足一刀まで相手より先に有利に入ることだけを考える間なんです。だからいつも基本稽古、大きい面打ちやってるよね。一歩入って、メーン。一歩入って、メーン。この一歩入ってって何なのかっていうと、まさにこれなのよ。遠間から一足一刀まで入るっていう、この練習をしてるわけ。遠間から一歩入って、メーン。遠間から一歩入って、一足一刀まで入って、メーン。これもみんな何百本ってやってると思うんだけど、必ずスタートは遠間なんです。これを、だらだらいい加減に、例えば、一足一刀のところから、さらにこっから一歩入って、メーン。こっから一歩入って、メーンとか、近間のところから一歩入って、メーンとかやってると、この意味がね、全然なくなっちゃうの。必ず剣道は必ずよ、遠間。遠間から、一歩入って、一足一刀入って、ここまで来れば一足一刀っていうのは、一歩入れば届くんでしょ？だから一足一刀まで入って、メーン。この練習をしてるってことなんですよね。はい、次！
じゃあ、遠間の時のまとめね。遠間の時っていうのは、打ってっても当たりません。当たらない。打たなくていいんです。打たなくていいの。その代わりに、遠間から一足一刀に入ることだけを考えましょう。そしてその練習っていうのは、もうみんな普段からやってるんだよ。それをただ、間合いを意識するだけで十分っていう話でした。じゃあ最後、近間行きましょう。近間っていうのは、最初にやった一足一刀よりも、近い距離。例えばこの中指と中指とかね。この辺はもう近間って言います。近間は何かというと、一番危ない距離なんです。それで近間がなんで危ないかっていうと、近間っていうのは自分も相手もいつでも打てる距離なんですよ。だから危ない。そしてよく考えてね、確か一足一刀の時っていうのは、一歩踏み込めば当たるんだから、一歩下がれば、かわせてたじゃない。かわせてたでしょ？近間は違うの。近間は、一歩下がったら、ほら、一歩下がったら、一足一刀になっちゃう。相手の一足一刀になって、完璧にパコン、打たれちゃう。ということは、近間で構えてる時に、不用意に下がるっていうのが一番危ないんだよね。近間で構えてる時、不用意に下がる。相手の一足一刀になる。パコン、こうなります。危ない。じゃあ、近間の時は何をするか。近間の時は気を抜かないでください。理由はさっきお話した通り、気を抜かない。近間の時は要注意、一番危ないです。一歩下がっても相手の打ちを避けることはできません。不用意に下がらない。そして、もう一つだけ、ポイントとしては、近間っていうのはね、どうしたって一足一刀より近いから、元打ちになっちゃうんですよ。打ちたいところで打てない。この辺で打ってしまう。だから、踏み込みを小さくします。いつもこんだけ踏み込んでるんだったら、それを半分ぐらい。半分の足です。半分の足。そんな大きくバーン、何でも大きくやるんじゃなくて、半分ぐらいの足で、ちょうどいいところ当たります。普段の基本稽古だと、ちゃんと遠間から一足一刀まで入って、メーン、一足一刀まで入って、メーン、できてるのに、試合になると急に、とんでもない間合いから、ここだと絶対当たんないだろっていう遠間からいきなりメインを打って出ちゃう。これなんでかっていうと、普段の稽古っていうのはもう、お互いの間合いが分かってんだよね。こいつここから打ってくるだろうっていうのは分かってるわけ。だからうまくできるんだけど、初めての相手、試合とかで初めての相手だと、どっから打ってくるか分かんないわけ。分かんないから、こっちも普段絶対こんなとこから打たないであろうところからもう届かないのに出ちゃう。姿勢も崩れちゃう。怖いからなんですよ。怖いから。だからこれどうやったら治るかっていうと、たとえ試合といえど、遠間の時はこっちも打ってっても当たんないし、向こうも当たんないんだから、とにかく自分の一足一刀まで入ることだけ考える。相手もどうせ届かないんだから大丈夫。自分が先に一足一刀まで入ることだけを考えればいいんです。それだけで、試合も強くなると思います。この前の話で、試合のビデオとか見てるときね、本当にみんな一足一刀から打ってるかっていうと、そんなことないと思うんですよ。もうちょっと実際は近いところから打ってるんですよね。これ何かというと、本当は剣道はこの一足一刀の時が打ち間っていうことで、ここまでに勝負を決めとかないといけないんですよ。ここまでに相手を崩しとかないといけないんだけど、この時にね、相手が崩れてるかって言うと、なかなか崩れないんですよ。まだ崩れない。だって相手も同じぐらいの力だから、崩れしきれてない。で、そこからさらにもう一歩入って、内間、いわゆる内間ってところに入って、自分の得意な体勢に入って、その時にはもう相手は完全に崩れちゃってる、そこを打つ。まあ、今度は商談審査なんかで、こうお互い構えてて、遠間で構えます。食人の間、歯と歯が触れるとこ、食人の間って言います。ここで、いやーって言って、一歩入る。一歩入って、もう打つしかないっていう時に、ビビって、やめちゃう人、いますよね。遠間から一歩入って、打つしかないっていう時に、ビビって、やめちゃう人。これは、審査員の先生方も、また、周りから見てる人も、なんでそこで打たないのってなっちゃうんですよ。これは、なし。もう、攻め勝ったら、絶対打つとこで打つ。じゃないと、この、いやーって、攻めて、こう、練り上げて、こう、一歩入って攻め勝ったの、それさえも、ここまでうまくいってるのに、それさえも嘘に見えちゃうんですよね。というわけで今回間合いのお話を2本立てでやってみたんだけど、ぜひちょっと注意してみてやってください。試合の上手な子、強い子、剣道の上手い子っていうのは大体ね、間合いの取り方が上手いんですよ。間合いの取り方が上手い人は強い。間合いの取り方が下手な人はなんていうのを、間が抜けてる。間抜けって言います。そこから来てます。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。
新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。